アイボちゃんです。よーし。デビキャンです。俺たち、ミッドナイトウォーズです。今回は、リンちゃんのブログで大喜利対決。リンちゃんのブログ見たことあります？あります。あります。毎日のように大喜利大会が開催されてるんですよ。しかも画像で一言。そう。今日の一言みたいなのがあって、まあ、いろんな方が参加してるんですけど、これ我々も参加して、1位取れるんじゃないかと。参戦しようと。毎日、前回の1位で出してくれるんだよ。そうそうそう。で今回は我々3人で誰が最初にその日の1位になれるか、リンちゃんに認めてもらえる大喜利師になれるかというのをね、勝負していきたいと思います。で今回は今バッパってパンじゃなくて、ブログに毎日コメントをしていきます。読まれた人が出た時点で終わり、はい、だから今撮ってる時点ではいつまで続くか分かりません。僕たちが面白くなかったり、他の人がもう毎日面白い人がいて猛者がいたら、この企画はボツになります。もしかしたら今日の夜に呼ばれるかもしれない。そう。可能性は明日の夜にもう終わるかもしれない。今出てばまだ間に合うかもしれない。とりあえずまあ、いつ終わるか全く未知数なんで、今日はね、2月22日です、はい。いつまで続くのか楽しみですね。はい。ということでやっていきたいと思います。それでは、It's Tasting Time。さあ、本日は2月26日でございます。金曜日ですね。あの日から4日、リンちゃんを笑わせようの会が発足して、リンちゃんのブログの大喜利でリンちゃんを笑わせてあげようという会が発足して4日が経って、はい、その中で結果が出てるリンちゃんのブログ、月曜の夜に出たやつとその次の日に出たやつ、とりあえず今出てる現時点で2個、結果が出ました。早ー、こんなにすぐ終わるとは。検証初日に決まりました。いやまさかでしたね。もっとね、1週間とかね、かかるんじゃないかな。最悪ね、そう結構もう1ヶ月とかかかる長期戦になるんじゃないかという読みが、思いっきり外れて、1日目のルパバトのね、黄色の人形が出てるだけなんですよ。これにコメントした、ユーダのコメントが、大賞に選ばれました。おめでとうございます。すごっ。いやね、びっくりよ。早かったね。ちょっと見ますか。このルパパトの黄色。に対してのコメント。まあじゃあ、ブログのコメントからね。ブログのコメントからいくの。そこ、写真で一言だけで。写真で一言だけでいいですか。だって写真で一言しか今回求めてないですよ。じゃあ俺が、そのここら辺でなんか、ちょけたのはマジ意味ないってこと。もちろん。当たり前じゃん。写真で一言やろうって話だから。じゃあ、まあ気になる人は自分でブログで、ね、そうそうそう。で、この写真。はい。この写真で一言お願いします。信じられないだろ？この服、全然水弾かないんだぜ。よっ大将！やめろ。やめろ。よっ大将！いやーね、まさかね、いただいてる。お見事です。一本でしたね。一本だったね。ほら、鮮やかだったね。鮮やかだった。写真が、めちゃくちゃむずいなっていう。そのなんて、日常のね、面白い写真じゃなくて、そう。ルパパトの黄色の写真しか載ってないから。そうそうそう。人ひねりもない写真だったらいい。だからすごい、うわ、難しいと思って。うわ、どうやって攻めようかなみたいな感じじゃん。うわ、むずいっていう、その中でひねり出した答え。うん、まあ選んでいただけたと、非常に嬉しいですね。これは嬉しい。リンちゃんが読んで面白いと思ったんだけどね。そうですね。よくよく考えたらめちゃくちゃ嬉しいね。羨ましい。でちなみには他2人のコメント載せておきますから。恥ずかしい。ポンポンと。いやただね、非常に面白いんですよね。まあそのまあ言っちゃ悪いけど、まあ、雄大が行くなと思ってたけど、悪くはないなと思って。そう先にデビューがコメントしてた。俺がでも最初にして、それを俺は見て。いや待ってこれおもろいなぁと思っていいよなぁと思いながらも負けじとこうコメントしたわけなんです。いやよかったね。明らかないと思ったけどね。明らかね、大喜利あんまね苦手なんでね。で一応2日目もやったんですよ。その読まれたからやめるって話したんだけど、そう早すぎて思ったより早く決まったからもう1回でやめちゃうって話したけど、りんちゃんを笑わせようの回なんだから、そう、まあ、2日目もやろうということで、一応2日目もね、でもあの動画の尺的にもね、そう早すぎたから、そうこっちの構成はそのボツもどんどんやってって、最終的にこれが読まれましたやっただと思ったらボツがなかったのよ。まさかの、まさかのね。だからまあとりあえず 2日目もとりあえずやってみましたと。で2日目の写真がこちら、猫のやつね。猫がこれ難しいよ。これもうめちゃくちゃ難しいよ。だって何もひねってないんだもん。猫の至近距離の顔、ゼロひねりだからね。体操だったら点数めちゃくちゃ何もじゃない
みんなできる前提ぐらいだ。これもどうコメントしようかと。一応まあこれ全員、今回はこれはダメでした全員。対象はいませんでした。2日連続とはいかない、さすがに。とりあえずまあ尺的に全員の読んでいきますよ。読みますか。一番最初にコメントしたのが私です。はい、俺だけさ、写真で一言じゃなくてさ、今日の大喜利ってなっちゃった。俺だけ大喜利目当てになっちゃった。りんちゃんの写真の一言が。私のコメントが、猫。やめてください、僕の体毛が黒&白なのか、青&金なのかで揉めるのはやめてくださいって言いましたね。あったけどね。そう、ちょっと昔に流行った、このドレスが青か金で見えるのか、白とかで見えるのかみたいな。懐かしいね。ちょっとそれをかけてみたんですが。まあ、非常にまあね、面白いですけど。俺らはその世代だから。そうね。我々が中学校のこのタイムラインでよく流れてきたやつだから。うわ、懐かしいっていう思いとともに、うわ、そこ引っ張ってくるからっていうところ。いや、あったけどって言いつあったけどでリンちゃん選ばないかなと思ったけど、ちょっと世代が違ったのか、ね、まあ、リンちゃんにあんまハマらなかったって感じでした。多分その時だってまだね、リンちゃん、まだ小学生とかだった。そうね。だからちょっともしかしたら分かんなかったか、分かんなかったかもしれないし、ハマんなかったのかもっていう。ちょっとね、りんちゃんからはちょっと寄せが足りなかったのかな。そう、りんちゃん寄せが足りなかったなと。これはちょっと反省点です。次、ゆうだ。嘘だろ、そのスイングでホームランかよ、柳田。りんちゃんに寄せる気がない。全く寄せずに行きましたけど。柳田の話。りんちゃん、柳田のあのね、衝撃のホームラン知ってれば。あの猫と掛け合わせてね。そうそう。ああ、猫びっくりしてはある。柳田のホームランは猫もびっくりするからっていう理由でね、行きたかったけど、やっぱりりんちゃんに寄せれてないから、寄せきれなかった。りんちゃんに寄せるっていうのがはん、その今回のポイントですから。そう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 。あ、今日最後、猫、ひげをショートカットにしてください。まあそりゃそうですよね。まあ、まあ、それはね、まあ呼ばれないかなというか、これがなんかそのハマって俺らが負けたら意義となれたところでしたね。アキロブらしい回答なんじゃないかなとか。ちょっと今いないからね、あんまり言いすぎるとあれなんで。陰口になる。止めてきますけど、まあまあ読まれない、その対象ではないよねっていう。あんま YouTube で陰口言うやつ。これ経由で知ることだからね、アキロブが。ね、一応、まだその結果出てないんですけど、まあ、一応こういうコメントしましたよ。こういうコメントしましたよって。で、でも編集し終わって、うん、出す頃には出てると思うんで、結果が、うん。一応これも発表してきますから。で、写真はこれ。猫が何かの上にいる。そう、まあんまあ分かんない。これが何かが全く分からないけど、まあ何かの上に、例えばあれ、トカゲとか飼ってるさ、あの入れ物かなと思ってるけど、トカゲ飼ってないと分かんない入れ物だから。この写真に対して私が、この猫赤外線カメラが通じないだとっていうのでしたんですね。このなんかちょっと下のそっち側の目線で撮ってる側の人が実は赤外線カメラで撮ってた、あの下の部分が赤かったんで、なるほどね、それでいけるかなと思ったんですけどね。これりんちゃんハマるかどうかまだ分からない。まあ分かんない。アキロブコメントしてるから。してた。アキロブちょっと変えてきました。アキロブの人と今目見たでしょ、私もハート。おお、まあまあまあ、悪くはないんじゃないか。リンちゃんに甘えたですね。悪くはないかなって感じしますけどね。どう、アキロブ変えてきましたね。次、雄大。うわぁ、ダルビッシュのスライダー曲がりすぎやろ。いや、もう一回選ばれて、もうどうでもよくなっちゃってんじゃん。もう、いや、でもいいでしょ。一回選ばれたからもう、どうでもよくなっちゃって、ダルビッシュとか柳田とか。いや、でもダルビッシュの方が知ってそうじゃん。世代的には柳田だろ。柳田か。ダルビッシュはもうプロスピおじさんでしか思ってないからね。でもこの時、だからこの猫今、2009年とかの。ダルビッシュみたいな。優勝した時のスライダーに。ぐわっ、城島と抱き合ってた。うわ、曲がりすぎやろ。これ、そんな顔してる？いや、してる。俺らは引いたけどね。あれは打てんわ、つって。ってかわいそうで、あの韓国のバッターも。この猫もそう思ってるんですかね。俺だったら絶対打てねえわって顔してるもん。今回の大喜利企画、まさかの1日目で終了ということで。まさかのね。ちょっとびっくりしちゃいましたね。まあね、また、ちょっと間を空けてね、うん、やってみてもいいかもしれない。そうね。りんちゃんを笑顔にさせたいっていう気持ちはずっとあるんでね。これからもちょくちょく大喜利コメントするし、りんちゃんのためにね。まあもしなんかブログとかで見かけた際はね、反応とかしてください。そうそうそう。ふふってしてもらえればいいかな。ふふってなってもいいし、もう面白くなかったらコメント欄にね、あれおもろくなかったよって言ったら、すぐ消しに行くんで。恥ずかしいから、りんちゃんにバレる前に消しに行くんでね。はい、
次は教えてくださいということで、今回のりんちゃんを笑顔にしようの回は一時収束で終わりたいと思います。それではバイチュー。